どうも、内山美恵です。今回はね、またまた気持ちのいいところに来てるんですよ。この広々した打ちっぱなしでございます。前回の動画でね、久しぶりにねゴルフをやって、その後にナイター夜のゴルフで練習をしてきたんだけど、やっぱりね自分一人だと限界があるわけですよ。雑誌を読んでるわけでもないし、動画でちょこちょこって見てるだけなので、自分がどこが悪いかっていうのと、早急にねどこから直していったらいいかっていうのと、どうやったら上手くなるのかっていうのが、やっぱりねプロに教わるとどこがこう修正すべきなのかってすぐ分かるじゃないですか。ということでね、今回は前回と同じ練習場に来たんだけど、ここでこうね、スクールみたいなのがやってるんだよね。なので飛び込みではあるんだけど、ワンポイントレッスンっていうのがあって、ちょこっと教えてもらえるみたいなので、今回はそれを受けていこうと思います。さあ本日も張り切って練習いってみよう。じゃあ設置設置、こんな感じかな。なんかすごい裸で結構ねムズムズするんですよ。もしかして私もそろそろ来たかもしれない。よし、さてさて、今回もね7番だよこれ。ん、どこに書いてあるんだっけ。7、あったあったあった、ここ。はい、7番アイアンを使ってグローブだね。グローブしてして、毎回シチュエーションが違います。今日はね夕方に来てみました。夕方も気持ちいいですね。春になってきましたね。よろしくお願いします。ボールは、あ、ボール、ボールは出た。ボール用意しなきゃね。ボールを打つの練習だもんね。今回はね、コインをゲットしたのでコインでボール行ってきます。ボール買いに行かなきゃ。カゴカゴ、あ、カゴカゴこれだ、あったあった。行きます。出てきた。いつもよりいっぱい出ました。よし、今日はいっぱい打つ日だな。今日は3番。できました。はい、じゃあ先生よろしくお願いします。はい、ではまず素振りをしてください。はい、素振り。握り方どうだったっけ。握り方、はい、はい、動いてますか。ギリギリ持たないよね。成長がギリギリ持たない。こうだ、こうやって、さあ、そして絡めて、そうですね。ね、それで素振りを、素振りを100回。素振り100回。うん。100回、もう多分それで終わっちゃいます。終わっちゃう。それはまあ冗談ですから、それぐらい、それぐらい大事だということですね。なるほど。打つより大事ってことですね。はい。いや、久しぶりだと忘れちゃうねこれ。そうそう、なんか後半までこう、そういうこと、そういうこと、行けるようになった気がします。なんか気持ちがいいかも。なんかね後半までね、うーんってなんか素振りができたような気がします。やばい、素振りが楽しい。じゃあボール打ってみよう。はい、よし、ボール打つ許可が出ました。素振り100回終わったんでしょ。もう100、気持ちは100回やりました。よし、そう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 、あ、そうだ、そうだ。先生、この距離いつも迷うんですけど、うん、あ、この高さ、はい、高さはね、どこが一番、うん、そうだね、やりやすいんでしょうか。もっと下なんですけど、もっと下で、はい、ちょうどこの中心にボールが来るか。知らなかった。
中心でいくでしょ、はい、こういう風な感じ。なるほど、こういう風にしやすいね。そっか、じゃあ初心者はこれが一番やりやすい、うん、やりやすい。で仮にこうやったらめっちゃ無理だ。無理でしょ、はい、仮に次からまたあとはこう、ね、芝の上から落ちていくとやられないんだけど、まずは真ん中の位置なんですね。そのラインに考えたら、うん、まあ、あと個人差があるけど、はい、低めの人、高めの人、ね、うん、これぐらいはちょっと、わー、一個勉強になった。はい、まず打ってみましょう。打ちっぱなしてみるぞ。打ちっぱなしてみるぞ。緊張する、見られると緊張する。誰が見てるの？先生。うん、そうだね。よし、頑張るぞ。よし、緊張の第一投です。うん、うわ、めっちゃ力んじゃう。いきまーす。おお、ナイスショット。今ので80ヤード。あ、マジっすか。やった。しかも今まっすぐ行ったからちょっと、うん、そうそうそう、本人が一番びっくりしました。あ、そうだ、ボールを見るんだ。見るね、ヒットするときに、はい、うわ、おー、すごい、すごい、なんか100近く飛んだ。すごい、やばい、スクールってすごいね。じゃあ練習してみる。わっ、ちょうどあるからいいね。はい、うん、めっちゃいいですね。客観的に自分をチェックするんだよね、はい、うん、おー、ナイスショプロゴルファーの道を目指したらどう？二刀流で。え、恐れ多すぎる。冬は冬でさ、夏は夏、夏は夏で、これもう1ヶ月ぐらい前で、あ、うん、あ、こちら、まあ、何しようや、うん、3級になりました。よいしょ。私は回答の動画してますよ。あの、よく YouTube 見てますから。 ありがとうございます、はい、私かあの回答の動画してます。会員っていうか、あの、あ、すごい、してますよ。本当ですか。でこの間もここであの、はい、YouTube 載せましたよね。そう、初めて来まして、うん、え、どうなの。私もうポケモン大好きなんで。あ、そうなんですね、うん、ミュウツーと対戦できる。ミュウツー、ミュウツーっていうポケモンいるんだけど、うん、対戦できる。うん、うん、いるとな、うん、え、ラスト1球いいと思いますね。あー、最後が、うん、まあ最後はこんなもんかな。お待ちなさい、はい、スペシャルボールが出てきた。いいボールした。泣きの4球来ました。スノーボードね、プロスノーボードのやつ。よっしゃ、うん、いいよ。8時まで出て、何時まで出る？ 4 時まで。私は最近に来たのは8時から5時なんだけど、8時から
4時まで終了しました。はい、というわけで今回は先生に教わってゴルフのね、ちょっと基礎みたいなものを教えていただきました。なかなかね、面白かったです。自分の癖っていうのもやっぱり自分一人だと全然気づけないものだなって改めて感じました。本当にありがとうございました。またね、今日教わったことを個人的にも練習して、次またね、教わる機会がある時にはそれまでにちゃんとできるようにしていこうと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。よかったら他の動画も見てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram もいますので、そちらもチェックよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。